吸い出すおうあ <laughs> マジ<ー>よろしく頼むぞ !3、2、1! 1> さあ、始まりました。伊勢川おじさん。第4話ですね。小学校ああ、これあれか。高文くんかな。 またちっちゃい時の話。ああ、やっぱり。これはうん。同級生か。何読んでんだエロ本なの本当に。いや、小学生がそんな堂々とエロ本なんか読まないよね。ああ、なんか引けらかされてんのか。ラノベかうん。ああ、やっぱラノベだ。うわ、うざっ。やだ、こういうやつ。ああ やばい。<laughs> 出た。<laughs> ねえ。完全にガキ大将じゃん。ねえ。いや、怖いって。いや、二人ともあれだね。もう、藤宮さんには、あれだ、ものが言えないんだね。うん。<laughs> いや、ええああ、まあ、けど、こうなるのか。高文くんからしたら。 ヒーロー的な存在だったんだね <laughs>。いや、おじさんまで <laughs>。いやいやいや、複雑そうですよ、藤宮さんは <laughs>。いや、またこんな <laughs>、あ、けどさ、ああやってまた見てるし、前回ほら、エルフの格好にもなってるしさ、もう完全にフジミ宮はあれなんだろうね。この、おじさんが魔法を使えるっていうのは、しっかり理解してくれたのかな。 そしたら、こっからまたどういうあれだよね。三人になって、まあ、YouTube や、この藤宮さんが付き合うのかどうかはわかんないけど、どういう生活をしていく方針になっていくんだろうね。前回ほら、その YouTube の方、あの、女の子のね、エルフの格好をエルフ YouTuber でやったらさ、めっちゃ再生数伸びてたじゃん。もうこれからは、あれで、あれなのかな。生活を立てていくのかな。実況とかやって。 結構あれだよね。先を行く存在だよね。この時代にさ。いや、てか、エルフになれるっていうのは、まあ、このおじさんだけだけどね。まあ、VTuber 的な感じなんだろうな。まあ、絆愛とかさ、家具やるなとか。いや、懐かしいな家具やるな好きだったな俺、スタンプ持ってるよ。<laughs> いやそして今回はまたどんなお話になるかなね いや、てか、もうさ、前回エルフ来たと思っちゃったけど、もうこの格好でここにいるだけであれなのかなやっぱこっちの世界に来るってことはないのかなあっちのキャラが。さあ来たね。うん。<laughs> まだ見てたのね。<laughs> うん。うん。ああ、どこで変わったかっていう、中学なんだ。いや、見たい見たい。え ああほんとだいや、もう全然違うよ。え、え、そこの間みたいね、そこに行くまでの。うん。え <laughs> スマホの画面撮ってんのおじさん、もしかして。ああ、そうだね。データでもらった方がいいよね。ああ、知らないんだな。うん。え、メールできないのそのガラケーは。うん。 はいやいやいや、無理があるだろう。ねえ。異世界でやってたやり,かやり方なんだろうね <laughs>。だからまさにん。んなんだろう。コーヒーがめっちゃ美味しい。うん。あー、それでこれを買ったのあー。 おじさん、一万円、今、年出するの大変だろうにね。え偉い。うん。まあ、確かに。現金で渡すっていうのはね。うん。ああもう流行がね。おじさん。うん、いい子。藤宮さん。一番いい回答。<laughs> え あ、これ知ってる。見たことある。あ、けど、上のやつはちょっと知らないわ。あんなのついてたっけうん。テレビ見れんだね。あれがついてると。うん。なんだか,かわいい音。えああ藤屋さん、今の。水着姿や <laughs> もしかしてこれがあれなの <laughs> やっぱり <laughs>。ええ、中学のやつ。いや、けどこれを送れる藤宮さんもすげえわ、プレゼントって言って。おうん。どうしたのえ消し方 <laughs> 消しちゃうの危ないうん。んああ。 ロリ的なことか、中学校の写真だし。うん。若い子のね、写真をスマホに入れてると、確かにおじさん見せちゃうっていうね。何あー、そういう情報が届いたの。よく行くよね、マメに。スーパー。偉いよね。<laughs> いや、二人残されちゃったけど <laughs>。気まずいね。またこの二人っきりっていうのが。 うん、何の話するおうん。水着姿。何だうん。<laughs> 確かに <laughs>。飛び出してっちゃったしね。お<う>今だったら <laughs> あ大丈夫やけどしちゃうんじゃないなんかしてくれるおじさん。<laughs> 冷やしすぎじゃないかねえ。凍ってない大丈夫あ、大丈夫。ああ。いやいやいや、やり方。<laughs> いや、こっちの方がひどいだろ、状況。<laughs> いや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 。えバランスバランス。加減を考えろ。え <laughs>、どんだけ出してんの火。おお。 おらららら。これ、お風呂入ることになっちゃうね。うん。高文がいない間に、シャワー。藤宮さんが。あ <laughs> わ惜しい今のアングル。うん。ああ、偉いね。高文の服。うん。それは嬉しいだろうな。この子。 うん。かわいい、ほんと。藤宮さん。うん。ああ、ワイシャツで。いや、そう言うってことはあるかもよ。えジカノーブラ <laughs> やば。いや、顔あるだろ、それは。結構積極的だなで <laughs> ってきちゃった。 <laughs> いや、これはね、仕方ないかも。事態知らないしね。いや、どうなのいや、ほら、これ透けちゃうんじゃ、おほほ、下 <laughs> やば <laughs> 吐いてんのか <laughs> いや、しゃがむ方がやばくないこれ <laughs>、うん。あ、高富くん。え <laughs>、動揺してるね。<laughs> お やばい、めっちゃ意識してんじゃん。うん。藤宮さん。あーおじさんいないし。今二人っきりだね、部屋に。<laughs> 何その覚悟を決めた表情。どうするつもり藤宮。部屋入ってきた。やば、攻めるな。 うん。意識しないように。うーん、ねえ。わ <laughs> かってないね。高文ふくん。え、これどうなるのうん。いやー、行くねえ。こん時言われたらわかるんじゃないいや。 えちいやいやいや、これ、ちょっと。え泣いてる。泣いてるよ。うん。優しい。どういうことなんか違くない話。責任って。え何それ 旗は逆さって。どういう意味うん。あ、緊急警報なんだ。いや、てか、おじさんの前にその格好で。はあ、うん。いや、おじさんちょっとその物騒なもんしまってよ。うん。責任。 あ,あ、あそういうこと。いや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 、ちょっと待ってよ。それは、うん。ねえ。藤宮的には。うん。それちょっとショックだよね、むしろ。気を消されたら。で <laughs>、ね、泣かないで。うん。そのノリで話されると困っちゃうね。うん。 いや、おじさん。おじさんは全く反応しないんだね。この裸にワイシャツ一枚。うん。いや、おじさんに、いや、高文にしてもおじさんにしても、本当自分の女性問題は鈍感だよね。うん。いっぱい。うん。うあんあ。あ、誕生日だったんだ。藤宮さん。あ、これ別の日か。 もう服変わってるし。うーん、34なんだね。え何どういう反応あじゃあ、アラフォーなんだね。<laughs> え何なの <laughs>、うん、うん。知らないってことか。で何言ってんのって感じの反応ってことか。うん。うん。 言葉うん。<laughs> ピンチはチャンスうんう。うん。うん。まあ、けど、おじさんから聞かなくてもよく聞く言葉だよね、これ。まあ、けど、おじさんは、多分この言葉が本当に身に染みるようなことがあったんじゃないかな。あっちの世界で。 <laughs> だから出てきた言葉なんだろうね。うん。うん。<laughs> 世界外の YouTuber って言ってあげないでよ。ねこっちに帰ってきてから YouTuber になったんだから。<laughs> おうん。なんだなんだおうん。えー、なんか悲しい感じなの嫌だよ。 いやいやいや、全然変わらないじゃない。<laughs> いやいやいや、全然見た目変わんないよ。うん、自分ではわかるんだねうん <laughs>。言ってあげないで。うん、あエルフもしかしたよてかめっちゃオシャレしてないどうしたの うん、すごい。今、またが、スきスケだったけど。いや、そんな顔したらやるなよ。うん。そうそうそう、それ。うん。<laughs> そうか。<laughs> まあ、確かに合ってるよね。うん。おじさんのこと好きなんだよ。いや、聞くじゃねえだろ <laughs> 座ってほしくないんだな。あ <laughs>、これね。面白かった。最高に。うん。うん。え <laughs> <laughs> あ、食べるのね。しかも。<laughs> かわいい。うん。<laughs> 美味しいじゃない。<laughs> うん。え、これ、口封じ いや別に脅してるわけじゃないだろうにね。うん。戦いの練習。うん。ああ、初めて会った時うん。え <laughs> 胸丸見えあ本当にピンチだったんだね、この子。 いやあ、そこをおじさんが一撃で仕留めたんだ。<laughs> いや、すげえな。<laughs> いやーこれは多く顔でもあれだね。惚れるかもね。うん。すんごいやつなんだろうね。多 <laughs> くの <laughs> うーん。お前を。<laughs> これ言われたらね、もう。<laughs> 女の子になっちゃうね。うん。<laughs> はい、はい、はい。あの子な、うん。いや、等身権はちょっとあれ使ってないんすね。うん。いや、めっちゃ詳しいね、この子。<laughs> いや、すごい詳しい、うん。やってのけちゃったんだよね。 おじさんはまさかのフラグを折って。うん。うん。んなんだはあ。え <laughs> そんなやばいのうんうう。うん。うん。 おうん。いいこと言うかも。うん。また。うん。うん。いや、こっちでこのおじさんが言うとちょっとあれだね。なんか説得力が増すというか、重みがあるよね。<laughs> ええぷよぷよ <laughs> まさかの。 いやーあれ面白いよねー。ゲーセンとかでもやったわー。うーん。<laughs> いやね、ゲームから言われるなんて。ははは。サターンのねー、うん。いやもう見ないんだ、これ。え、言っても動いてる。えおいおい、おじさんうん。 いや、けど内心ちょっと嬉しいんじゃないのえどうしたのあなた。どうしちゃったのおじさん強引すぎじゃね <laughs> いやいやいや。えー、あ今すれ違った子、前いた子じゃないあれ何なんだ いや、ちょちょ、今はちょっと大事なとこ。バーニングレンジャーまあ、有名なんだろうね。あ <laughs>、これも見たことあるわ、俺。ういや、これどうしたのうん。支えてくれて。いや、これなんか別の絶対事情あるよね。 うん、足、怪我でもしてんのかそういうことしか考えられないんだけど。いや、違う。絶対違うよ。期待しない方がいいよ。ういや、てか来ちゃうんだね、この子も。なんだかんだ。 うこの先もずっと。おじさん。いやー、ちょっとすごいこと言われてるよ。あ、そっちか。そっちか。酔ってたのね。いや <laughs> かわいそうに。 いろいろ心をね、覚悟決めてここに来ただろうにね。あそこまで行ってさ。い <laughs> やいやいやいや。<laughs> あなたが寝たんだよ。ああ、翌朝。ああ、いるじゃん。うん。あんま覚えてないのかな昨日の。うん。え目元ああ 泣き裸してる <laughs>。いやー、やっぱあれだね。傷ついてたんだね。お、じみや。<laughs> えくん <laughs> が被害受けてますけど。おう、おじさん。行くね。大丈夫いや、早い早い。<laughs> 酔うのが早いよ。 <laughs> いや、三半期間弱すぎ。<laughs> そういうこと。ジビアさん逃げようとしたのね。おん。いやいや、なになに何すんのおいおいおい。外に出ちゃったのやほすげえ <laughs> いやいや、それでこんな飛ぶおん。 <laughs> あ、これ見られちゃったらまずいんじゃん大丈夫うん。うん、もう飲ませちゃダメだ。<laughs> ストロングなチい。あ、終わっちゃいそう。終 <laughs> わっちゃった。<laughs> いや、今回も本当に、藤宮さんがめっちゃ積極的で最初前半の方ね、可愛くて。 で、結局、あそこまでやったのに、高文くんもね、あと一歩っていうか全然分かってなくて。で、もう今回のおじさん後半で、またエルフの方の話やって。この、やっぱおじさんと高文くん両方ともね、鈍感だなって感じだよね。もうそういうのが分かるお話だったな。いやー、けどあのエルフの子は、かわいそうだね。あそこまで行ったのに。 いや、それ言ったら、藤宮の方があれか、今回は。裸でワイシャツだもんね。いや、それなのに。いや、理解してほしいよないや、なんでアニメのあれなんだろうね。主人公とか登場人物ってこんなにあれなんだろうね。鈍感なんだろうね。もっとあれだよな気づくとこ気づけば、早く幸せになれるのにっていうのあるよね。 まあそうするとお話になんないんだろうな。えおーえあ、え吸い出すおー <laughs> マジ <laughs> やば。いや <laughs> いやいやいや、違う意味であれなんじゃん、今の。おい。まあ、そう。 いやいやいや、えっちチうん。一人に。いや、めっちゃもじもじしてるよ。これ、毒っていうよりあれなんじゃないなんか美薬的な感じなんじゃないいや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 。おーい。おうん。ええどういうことなんで どうなってんだ今の。なんか外してたけど。<laughs> やっぱりそういうこと <laughs> あうん、画面、大事なところで。ああそういうことなんだ。え <laughs> それは、どうしたの自分で一人で処理したの それとも、おじさん、襲われちゃったってこと <laughs> どっちどっちえ、どっちだの今のは。そしてやっぱ、藤宮さんほんと大胆んだよね。今の美役の話もそうだけど。おじさんにしても、高文くんにしてもさ、結構同じようなタイプの子が言い寄ってきてるよね。そしてまたそんなに気づいてないってところも一緒で。あとさっきのあのさ、フード被ってた人いたじゃん。あれ前もさ、ちらっと映ってたよね。あれ誰なんだろうメイヴィルとかなのかな とはまた別のキャラクターなんかこれから先出てくる子が、まあ、ちょいちょい今出てきてるみたいな感じな気もするんだけど。果たしてそこら辺はどうなのかね、多分そのうちわかるんじゃないかと思うんで楽しみにしておきたいと思います。はい、というわけでね、今回のエピソードに対する皆さん感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。以上、動画2つご用意しました。バイバイ。